災も起きたか。嵐が過ぎたらちょっとは気分がマシになったけど、大地の上じゃないと落ち着かねえぜ。早くトラル大陸に着かねえかな。見ろ、海鳥が飛んでる。陸地が近いって証拠だ。もう少し辛抱するんだな。一時はどうなることかと思ったけど、無事に到着できそうで何よりね。怪我を負った船員を見てきたけれど、容体は安定していたよ。この分なら彼も大丈夫だろう。何よりだ。それなら心置きなく小舟に乗り換えられる。トライオラの近海は岩礁地帯になってる。大型船じゃこの辺りまでが限界なんだ。気にするな。それが俺らの仕事だからよ。むしろあれだけの嵐に遭遇して何の被害も出さずに済んだのはあんたらのおかげだ。みんな継承の儀で勝つのはあんただって言い始めてる。これじゃ賭けにならねえよ。お前らの期待に応えて王になってみせるぜ。おお、まだ船酔いが。俺たちで最後だ。他に言い残したことがないなら行くぞ。青い空と海、そして未知なる冒険。さあ、いよいよだね。随分と楽しそうだな。ほら、見えてきたぞ。私たちの新しい冒険の舞台が。あれが私の生まれ育った大地。そう、トラル大陸だ。
部族国家とは聞いてたけど、本当にいろいろな種族が暮らしてるのね。あそこにいるのはバヌバヌ族に似ているけれど、羽の色味が違っているようだ。お前らにとっては珍しいものだらけだろ。航路が確立してるって言っても、海を越えてやってくるやつなんてほとんどいねえからな。おまけにトライオラには遠洋航海できる船がねえから、出ていくやつだってまれだ。傭兵志望のマムージャ族がリムサロミンサの商船に乗ってたまにエオルゼアへ渡っていくぐらいだな。つまり我々はこの国ではとても珍しい存在だということだね。ところで、勝手に上陸してしまったけれど、入国手続きは必要ないのかしら？ふん、お前たちと一緒にいるのが誰だと思ってんだ？トツクニからの来訪者のようだな。ええ、そうですな。我がトライオラでは現在、次代の王を決める儀式が行われようとしている。そんな時に怪しい輩が入り込まぬよう目を光らせているのだ。お前たち、何しにこの国へ来た？悪い悪い、こいつらは私の協力者なんだ。ウクラマト様、王女のお連れの方々でしたか。大変失礼いたしました。いいっていいって、仕事熱心な兵に恵まれて王女として頼もしいぜ。では我々はこれで。へえ、本当に王女様なんだ。どこからどう見たって王女だろうが。ま、それはさておき。よく来たな、トライオラへ。お前たちを歓迎するぜ。